皆さんこんにちは、こじこじです。今回はグーのスマホ G01 を買ってついにね届いたので、皆さんと一緒に開封紹介していきたいと思います。グーのスマホ G01 とは格安ね SIM フリーのスマートフォンのことです。多分この動画見に来てくださっている方は皆さんねご存知だと思います。ということで、まずね箱の中、はい、G01 ね、設定マニュアル、もうこれただ印刷しただけの紙みたいのが入っています。ちょっとこれせこい感じがします。で、アフターサポートの紙が入っています。これもね、なんか自宅で印刷できそうなほどしょぼすいい紙が入っています。まあこの辺は領収書とかです。で、肝心のものはこれ、これですね。 G ってマークがね見えます。で、 SIM は入ってないんですけども、はい、OCN モバイル1のね、何ですかね、端末の説明書みたいなのも入っています。申し込みたい方はこれ申し込んでください。僕はもうビッグローブの格安 SIM 申し込んでいるので、こちらは申し込まない予定です。じゃあこの辺はもうちょっと一回下に置いて、はい、じゃあ早速開封していきたいと思います。はい、G01 はLTE とかね対応してなくて、 3G 回線と 2G 回線、デュアルスロットついてるらしいんですけども、 SIM の、はい、まあ僕そんなにねスマートフォンでインターネットしないので、 LTE の速度は必要ないというか、今使ってるこのね秋葉原で中古ショップで買ったんですけども、2900円のスマホ、LTE ついてないんですけども、別にそんな不便してないので、LTE なしでもいいかなと思って LTE なしのを買いました。 3G のねスマホです。お、すごい、こんな感じです。結構立派ですね。はい、今使っているのがこのサイズなので、5インチ結構でかいです。まあ箱とそんなに変わらないサイズですね。顔と比べるとこんな感じ、かなりでかい。おっと、じゃあちょっと早速出してみます。あー綺麗、うん、こんな感じです。あ、僕はちなみに赤と黒のを買いました。白のデザインがあったのかな、うん、白はちょっとね使いづらいな、赤と黒、安っぽいとかプラスチックっぽいって皆さんねよく言われているんですけども、皆さんどんなスマートフォン使われてるんですかね。 iPhone を使ってる方なんですかね。それと比べると、うん、だいぶしょぼい感じはするんですけども、僕のね使ってるこのスマートフォンと比べてもそんなにチャチっぽさはないです。うん、ちょっとプラスチック感がねあるんですけども、そんなにチャチい感じはしません。カメラも結構大きくて、このね縁取りが青いのがなんかちょっとかっこいいですね。グーと書いていて、はい、 ZTE 製ですね。はい、中国のメーカーでちょっと有名らしいんですけども、僕はあまり聞いたことなかったです。他には付属品は、はい、箱が2個入っています。じゃあこちらも開封していきます。はい、まず電池ですね。電池が入っています。電池というかバッテリーですね。USB ケーブル、こちらはもうすでに持っているものを使うので、まあ置いておきましょう。で、この小さい箱は充電器ですね。充電器が入っています。はい、こちらも ZTE 製ですね。5V 電源の 1mAh ですね。続いてこちらの G01 バッテリーと SIM カードを搭載したいと思います。このね側がねしょぼいって言ってる人がねよくいらっしゃいますよね。確かにちょっとプラスチック感がね半端ない感じですね。でもここって大体プラスチックじゃないんですか、普通のスマホって。僕の今まで、うん、使ってきたスマートフォンもプラスチックでした。アップルのねiPhone 使ってる方はこれね外せないので、しょぼいとかいう方いらっしゃるのかな、わかんないんですけども、はい、ここ確かに
プラスチックでちょっとねしょぼい感じです。でも何ですか、外側のねケースつける方にはあまり関係ないことだと思います。裏面バッテリーと SIM を搭載してしまったんですけども、こちらに SIM のスロットが1つ2つあります。こちらにマイクロ SD を搭載するところもついています。こちらですね、バッテリー搭載しています。こちらの SIM スロットが 3G で、こちらが 2G だったと記憶しています。こちらの G01、 SIM スロットが普通の本当に SIM のスロットなので、僕のマイクロ SIM なんですけども、変換アダプターが必要になってきます。ではでは電源入れていきたいと思います。こちらにね、はい、電源と音量のスイッチあるので、はい、こちらから電源を入れたいと思います。来るかな、あ、来ましたね。ちょっと白飛びしてますね。こんな感じですね。うん、グー Powered by Android、 かっこいい感じですね。はい、グーと ZTE と書いてあります。うん、起動画面もなかなかちゃんとグー仕様にね変わっているようです。今までドコモとか au のスマートフォンしか使ったことがないので、こう起動画面ってね、なんですか、キャリアのねロゴが出たりしますよね。あ、早い起動、もう起動しちゃいました。こんな感じです。少し簡単な設定をしたんですけども、はい、画面どうですかね、こんな感じです。そんなに視野角が言われているほど狭いということはないです。また何ですか、タッチパネルとモニターにちょっとズレがあって、押すボタンがねこうズレてるって聞いたんですけども、そんなに、はい、そんなにというか全くこう気になる感じではないです。個人的にね、ここのボタンが物理ボタンだったら嬉しかったですね。最初から入ってるアプリはそんなに変なアプリは入っている感じがしないですね。スマートフォン版グーとミルクフィーダー、このあたりですかね。あと050プラス、こちらの050プラスと OCN1 モバイル、ミルクフィーダーとグースマホ版、これぐらいしか特別こちら の, スマートフォンにバンドルしているようなね、アプリは入っていない感じです。シンプルな構成で非常に使いやすいと思います。はい、メモリーはRAM 1ギガ積んでるんですけども、はい、残り600メガほど残っているみたいです。システムが202メガ、アプリが113メガ、空きが650メガ。もう一度、はい、こんな感じになっています。今まで僕が使ってたスマホは RAM がメモリ、512メガしかなかったので、1ギガでもねすごく十分な感じはしちゃうんですけども、これね新しいスマホだとね2ギガ4ギガでも足りないなんていう人がいるんですけども、一体どんな使い方をねしているのか僕は聞きたいです。またね、クワッドコア、一応こちらのね G01 クワッドコアらしいんですけども、クワッドコアで足りないって人はね、どういう仕様の用途なのか、本当にねゲーム機種として使ってるのはねクワッドコアでも足りないのかもしれないですけども、僕は正直クワッドコア、これクワッドコアでしたよね確か、クワッドコアでも十分すぎると思いますね。うん、はい、肝心のねストレージ、ホームページには8ギガと記載されていたんですけども、空き容量が合計 4.74 ギガになっています。多分 OS とかの容量を引いた分の容量ですかね。アプリが755で、空き容量が 3.86 ギガになっていますね。はい、見えますかね、こんな感じになっております。まあマイクロ SD もさせるのでそんなに不便はないかと思います。アプリがね 3.8 ギガ入るなら、まあ僕のね用途、ゲームをしない用途だったら十分かと思います。
それにしてもこの5インチ非常に大きい。僕はまあなんとかモテるんですけども、これ女性の方は非常に使いづらい、お子さんも非常に使いづらいかと思います。G の丸1、多分うちの両親に見せたところ大きくて使いやすそうねって言っていたので、僕ぐらいのね、お子さんがいるね、お子さんっておかしい、もうね50、60ぐらいのね、親御さん、それ以上過ぎた親御さんだったらこの5インチぐらいのスマートフォンの方が使いやすいんじゃないかと思います。これ、ね、画面大きくてタッチしやすいので、ただね、お子さんとか女性にはちょっとでかすぎんじゃないかな、ちょっと僕が持ってもギリギリな、こんなギリギリな感じなので操作はね非常にしづらいかなと思います。本当はね個人的には4インチぐらいの方が嬉しかったんですけども、初のね5インチです。5インチでかい。本当に画面の解像度、480×854 ということで、ちょっとね解像度心もとないんですけども、意識してねこう頑張って見ない限りはそんな気になる感じではありません。カメラについてなんですけども、カメラはねやっぱりネットで書かれていた通り、少しなのかな、かなり、まあ映ることは映ります。フォーカスもオートフォーカスで寄れますし、オートフォーカス、フォーカスできますし、ちゃんと細かい文字も映せるんですけども、ちょっとね粗いかなって感じがやっぱりします。またバッテリーがね暗いって言ったことが評判に、前評判で出てたんですけども、どうでしょうか、暗いですかね。僕はねバッテリーの持ちを長くするために最大限までディスプレイを暗くして普段使ってるので、これ十分眩しく見えるんですけども、やっぱりこれ暗いんですかね。普通に画面越しで映ってるからそんな暗い感じはしないと思います。ではちょっとここで G-1 詳細な動画を紹介していきます。ということで、今回グーのスマホ G-1 開封紹介レビューできたかなって感じの動画をお送りしたんですけども、はい、前評判で聞いていたほどひどい感じではありませんでした。1万円にしてはかなり使えると思います。ただね3G 回線のみ使えて LTE 対応じゃないので、速度がーとか言う人はちょっと気になるのかもしれません。その場合はね G の ② っていうのもねあるのでね、そっちも検討してみるといいと思います。ということで今回の紹介は以上です。次回できたらもっとね詳しくベンチマークとか測ったりレビューをしてみたいと思います。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。